民進党の地方組織の幹部を集めた会合で夏の東京都議選挙や次の衆議院選挙を睨んで小池都知事との連携を求める声が相次ぎました選挙、政策、国会運営、すべてにおいて手を抜くことなくしっかりと頑張っていける一年にしたいと思っております地方組織の責任者を集めて行われた会合は3時間に及び 次の衆議院選挙に向けて準備を加速する方針を確認しました出席者からは夏の都議選の結果が次の衆院選に大きく影響するとして小池都知事との協力体制を築いてほしいなどという意見が相次ぎましたそれを受けて野田幹事長は小池知事と連携に向けた協議を進めていく考えを示したということです 一方で共産党との選挙協力については地方組織の声を尊重してほしいという注文がつきました。